まず社長にも呼ばれて、お客さんに会いに行ったんですけど、それを断ったんですよ。やめるんです、あいつ。やめる、やめるって言ったけど、意味がないかなと。全員お疲れです。今日も面白い企画だよ。今日今僕は錦でキャバクラで知り合いの社長と飲んでます。僕は可愛いインスタグラマーが3人います。そういう設定でテラに今から電話するから、これでね、呼ばっこいとこれで呼び出す。もう絶対来るじゃないです。来るね。もうすぐ飛んで行くと思うんですよ。なんなら普通だったら最近あの風呂入らず行くと思うんですけど、最近色気づいてるから絶対風呂入ってない。いや絶対風呂入ってない。絶対風呂入ってない。なんかおしゃれしようかな。風呂も入ってないですよ。なんで髪の毛べったりしようんですよ。シャワーすら浴びてないです。これシャワーって言うの。シャワーってパンツすら履いてないです。 顔だけで、まあ俺が電話すると、まあ電話して、まあ錦、まあ来るって言うわ多分ね、はいはい、うん、で、まあ、向かってるのはキャバクラ嬢も3人も4人もおると、はい、うん、インスタグラムもおると超ごっつおがおると、はい、来るところに、まあ、リュウジ電話して、まあ、これ一定先輩だね、リュウジの、ああテラの先輩だね。でそれが爆速がもうやめる、まあ、やめる理由なんでしょう、まあ、YouTube やりすぎとかもそうなんでしょうか、まあ、お前に不満があると。そうですね、お前に不満があるからもうやめるって言っとるぞって言ったらどうなるか。どんな反応するんですかね、あいつ。じゃあ絶対こっち来るって言ってくるな。で、それでも切ってすぐ俺が電話していいだろ。で、あそういうもう一つ、まあ、始まる前に一つだけ、もう一つインスタでちょっと勉強会結構今やって、結構真面目な話、あの経営的な話とかをインスタのライブの方でこの間結構盛り上がっとったのは、経営的なこととかいろいろそういう、まあ、質問に答える、まあ質問ためとるからね、それに対して答えとるんですけど、まあぜひそっちの方も見てください。まあちょっと出ましょうか。そうですね。もしもーし。お疲れです。お疲れ。どこ今？今入ってますね。じゃあ今さ、はい、あの先輩と飲んだけど、はい、お前来るかなと思って。ああ、どこで飲んでるんですか？今錦。あ、錦ですか？うん。キャバクラとかじゃないですか？じゃあ今居酒屋飲んだけど、じゃあキャバクラ行こうかってなって、はい、いやその先輩はさ、なんかキャバ嬢でお前のこと出らしっとって、合わせてなんかね、知っとるもんで、なんか塗り替え道場知っとるって言ったら、合わせて合わせって言っとるやつがおらしくて。で、なんかインスタグラマーもなんか3人ぐらいめっちゃ可愛いやつ、俺今写真見せてもらったんだけどさ、お前が来るんだったらなんか俺のファンじゃなくてお前のこと照らす気らしいんだわそうそう、めっちゃ、でトビとかそういうなんかガタイのめっちゃいい体しとるよねとか、マジで会いたい。インスタグラマーも3人ぐらいなんか会いたい、もうお前が来るなら来るって言ってるらしい。マジですか？うん、先輩全部ごちってくれるって言ってるで。いやまあその代わりお前合わせたらかもしれんけど、で、じゃあキャバクラ行くみたいな、お前来るならキャバクラ行こうかって言ったの。それただのキャバ嬢じゃないですか？違う、だってキャバ嬢もお前に会いたいって言ったの。2人ぐらい。あ、先輩何人ですか？あ、2人だって。2人、キャバ嬢はお前2人で、なんかインスタグラマーで、なんかコラボとかもしたいとか、なんかお前と本当とにかくなんかインスタやってるじゃん、今俺ら。はい。うん、だからなんか絡みたいって。紹介してってなんかもう毎日の連絡来るって言ってた。結構そのいるんですか、フォロワー。うん、いや知らん、俺もそのやり方分からん、携帯マジっすか？うん、なんかお前が来るんだったら来るって言ってた。で俺には別に会いたくないわけじゃないけど、はい、まあ、ミッチーさんが来るなら会いたいみたいな感じらしいわ。会いたい。マジで結構やばいらしいぞ。かわいい。いや俺写真見たらめっちゃ可愛い。え、写真とかないですか？なんで？ちょっと見てみたいです。ちょ、もういいってお前、来いって。ちょ、もういいよ、じゃあもういいわ、もう今度いいよ。いや、行きます。来る？じゃあ、行きます。どれぐらい来れる？ダッシュ行きます。どれぐらい、すぐ来る？いや、今帰ってるんで、うん、ちょっと風呂だけ入ってっていいですか、家で。ちょ、いいってな、風呂なんか入らない。いや、ダッシュ入ってきます。待ってるわ。ダッシュ行きます。ああ、よろしく。はい、失礼します。最近の風景ですね、こいつの最近ですね。行きます。やっぱり言った通り、やっぱり風呂入ってきますけど、ね、
じゃあちょっと待って、お前からかけようか。よっしゃ、じゃあ皆さん、ちょっとじゃあ、待っとてよ。10分が待てね、このまま。お疲れ。お疲れです。あれ、今何やってる？はい。今は社長のところ向かってますね。社長？はい。あれ？社長今どこなの？なんか免疫ら辺でなんかお客さんと飯食ってるって言ってました。免疫？はい。社長、免疫行かなくないってんで、ニスクじゃないの？いや、違うと思うんですけど、あれっすか、社長と喋ったっすか？いや、俺別に今日、社長と別に喋ってないっ、はい、一回も。あ、ほんとっす。いや、全然なんか、ニスクじゃなくて、なんか免疫でなんかお客さんと飯食っとるで、うん、社長言ってたんですよね。なんすか、なんかあったんすか？いや、今、ショート、はい、ちょっと喋っとってさ、はい、あの、辞めるって言っとんだよね。辞める？うん。なんで？最近なんか、お前がなんか YouTube とか結構そっちの方に行ったりするじゃん、やっぱり。はい。でそれでなんか不満があるか分からんけど、なんかもう辞めたいって言っとるもんで、あいつは。なんつって最近俺ずっと現場出るじゃないですか。全然撮ってないですね。そうだけど。はい。まあ、でも、ショー辞めるって言っとるもんで、俺も深く辞めるなって言ってるけどさ、はい、やっぱお前が今度やっぱりね、はい、お前がちゃんと話してあげた方がいいんじゃないかなと思って電話したんだけど。いや、でも今日なんかすごい楽しそうにしとったじゃないですか。まあ、昨日、まあ、今日も夜帰り行くと楽しそうにしとった。うん、やめんでしょ。本当にやめるって言ったんですか？言っとるね。まあ、一応今会社で喋っとってさ、で俺今下降りてきてお前と喋っとんだけど。あ、じゃあ店におるんですよ。おるよ。あれ、電話買ってもらえんすか、一回。あったら。いや、全然変わるのね、いいんだけどさ、やっぱり。電話で喋るより、やっぱ会って喋った方がいいんじゃない、やっぱり、もちろん。明日？うん。現場はそんなに今、ないもんで、まあ、もしあれだったら、少々ちょっと抜くもんで、現場。うん。抜いてちょっと、まあ、喋りますわ、ちょっと、ショート。明日朝。いや、ただまあ、その、お客さんに合わせるって、まあ、僕も行くって言っちゃったもんね、社長に。うんうん。なかなか、最悪、その、なんていうんですか、今向かっとるもんで、うん、11時とかじゃダメですかね、11時。11時？はい。11時でやばいでしょ。11時。まあ、10時とかどうですか、まあ、パパって、まあ、行って、まあ、挨拶だけしてきて。まあ、そんなにそっちが大事だったらまあ別にまあ明日でもいいんじゃないかな。いや、まあそう、まあ、大事とかじゃないんですけど、まあ、僕も行くって言っちゃった以上、まあ、ちょっとまあ一回でもちょっと顔出さな、うん、そのお客さんにも知ってるかなって。俺一回ちょっと電話してみるわ、どんな感じか。いやいいっす、その僕で電話するんです。その、まあ、そのまあちょっと一回、まあ電話、そうっすね、まあ、そうなったらちょっと僕も電話するんで。まあ、ただじゃあ、とりあえずじゃあ、まあちょっと一回社長と話してか分からんけど、まあとりあえずちょこっとまだ残っとるもんね。まああと決めてよ、待っとるわ、ちょこっとだけ。まあいや、いいっすよ。まあちょっとしまあ行くんで、うん、まあ、ちょっとまあ社長に電話してからなんで、うん、ちょっと待っといてもらっていいっす？分かったよ。はい、すいません。うん、お疲れ、はい、待っとるわ。はい、はい。こいつ勘ぐってことね、YouTube やなって。ちょっとぽいっすよね、なんかそんな感じありそうですよね。でも声のトーンがでも真剣なトーンでしたけどね。マジ？みたいな。俺絶対来んと思ったな。本当っすか？でも分からんっすよ。俺も DNA 料理とか言ってなかった？料理って言っとったっすね。キモいわ、あいち。インスタグラムはどこにも登場しんかったよな。しんかったっすね。今日枕どこも登場しんかったよね。どうしてもあっちに顔出した感ありますよね。喋りますわ、ちょっと、ショート。明日朝。11時とかじゃダメですかね、11時。10時とかどうですか、まあ、パパって、まあ、行って、まあ、挨拶だけしてきて。2、30分かなぐらいじゃないですか、多分。20分か。電話かけてくんちゃう、俺。びっくりした、お前絶対来んと思ったら。絶対来んと思った。絶対絶対来んやろ。でも分からんからね、まだ。でもまだ分からんよ。
もしもーし。ああ、ジュレイ、どこにおる今。いや、いや、買っとったんですけど。うん。ちょっとなんか、地元の釣りからちょっと電話かかってきて。地元の釣り？はい。地元の釣り？はい。うん。でもちょっと、まあ、地元の釣りいろいろあって。うん。ちょっと行けなくなりそうな。そんなお前地元の連れなんかで普段遊ばんでよお前。嘘だろお前。誰？女だろ。いや本当、いや女じゃないです本当に。嘘つくなってよお前。いやマジマジ。じゃどうするの俺もう。だって来るって言っちゃったぞ。いやちょっと今日ちょっと行けないなと思って すみません。ちょっとぐらい顔出せんの？もう行ったもんで、ね、5分だけで見えよ。向かっとんだろ今。どこ今。いや向かっとったんですけどちょっともう言うたんし引き戻して。うん。ちょっともう地元の方にちょっと向かっちゃってますよ。何があったの？地元で何があったの？ちゃんと言えよ、そのお前。なんか喧嘩とかそんなんだったらあかんだろう。いや、全然もうそういうのじゃないですけど。うん。まあ、ちょっと、まあ、それは僕もちょっと言いづらいんで、あれなんですけど。まあ、地元の一番仲良い友達がちょっとやがってきて。従業員とかじゃねえの？ああ、全然違います。全然違います。そう。はい。まあいいわ。なあ、まあ言っとこう、俺の方から。はい、すいません。うん、バイバイ。はい、すいません、します。あいつ言わんねん。断ったっすね、普通に。言わずに。いやいや、俺、お前の名前言うかな、普通に。ああ、言いそうだったっすけどね。ちゃんと話したから報告したかったんじゃないですかね、やっぱり。あ、俺に言わんようにしたいんだ、ちょっと。すげえじゃないですか、かっこいいよ。結構、これ動画、お蔵入りで。ちょっとつまらんわ、あいつ。来たら目が点になるんじゃないですか。もう来るんじゃない。どうぞ。でもまあまあ。かかるかもしれない。名義じゃないの？二式で受かるじゃない？あいつ名義とか言ったら俺名義かなと思ったら、あいつ二式やないって無理は名義って言ったらもんね。そうそう、俺もだってもう二式にねえからさ名義だと思っちゃったけど来るな。ケーキあいつここ来るってことになっちゃったっていう。僕あっち行くと思ってたので、まあ、急遽あの企画変更して、まあ、ちょっと照明も全部今隠して隠しカメラ設置して、でこいつは一人で待っとくと。そうですね。でまた切れるでしょあいつ絶対。で私はちゃんとこ行ってこうとか言い出すでしょ。面白い。絶対にあいつをアホなことにさしますんで。怒るぞ。でもショウもいねえもんな。そういないですもんね。いねえもんね。まあ、とにかく、まあ、いないっていうかもう最初からいなかったんですけど、ね。だからもう絶対に錦また行くって言い出すんで。ちょっと行ってみようか。ちょっともう待ってください。もう多分ね。お客さんに会いに行くって言ったんですけど、うん、でそれを断ったんですよ、うん、何しに呼んだのじゃん。でも帰っちゃったからね。そう、じゃ帰ったの意味が分からんです。なんで一本も連絡してくれるんです。まあでも俺残っとるよ。残っとるじゃなくて、ショーが帰るときに一本連絡してくれるじゃないですか。もうそもそもショーの話ですよね、うん、僕が来たの、うん、で連絡してくれるじゃないですか。なんで連絡もしてくれるんですか。うそうだけどね、まあでも、そう、帰っちゃったね。もう帰ったら意味が分からんすって。ゲヒュー。だって僕が話すって知っとんすよね、あいつ。ん？僕と話すって知っとんすよね、うん。僕が来るっていうことを。ダムで来てくれる人とじゃないですか。でもね、もう、そう、帰ったね。帰ったらもう、意味ないっすよ、来たら。まあ、まあ、意味はないんじゃないけどね。まあ、帰るっすよ。俺、また。帰るっすよ、じゃあ。俺いねえ。何でしたよ。
大丈夫お前よ、まだダメだわ、お前社長やつこんなお前社長中、お前何年やっとるの、もうこれだ、おくんだって、わーしまったショーラショーラショーラショー大丈夫ショーラ声足りないでしょ、ショーあれもどうする、社長、錦じゃないですか、でこれ錦あれでも錦あれお前現金お前現金ってなんか何それ何それえでもお前免疫ってなかった、お前免疫ってなかった、お前免疫ってなかったよ、しかも俺も免疫ってなかった、俺もどっちかは間違えたもん、ちょっと免疫ってきますわちょっと待ってください、今何言ってるのあ、何すか、あ、カメラ撮ってカメラ、ちょっと座れって、じゃあ椅子もう椅子でいいから頑張んで、どこ行くの、でもそこにどこ行くの、メイキッス、ちょっと待ってあ、しめしめこれドッキリっすよね、いや、お前が来るって言ったらインスタグラム来るよ、いや、違う、お前来んな、いや、違うんすけど、じゃあその僕がっすよ、もし錦ってどうしとったんすか、いや、俺すぐ電話するつもりだぞ、いや、お前絶対こいつ電話する絶対断るの、絶対絶対やっとや、お前仕事せえやって言ってみましょう。だけど、お前偉いなと思ったよ。だって俺に言わんかったじゃん。はい、何で言わんかったの、翔が辞めるって。いや、まず喋ってみんとっていうのがあるじゃないですか。別にええや。俺にええや。いや、ダサいじゃないですか。別にダサくはないけど、ね、まあ悪いなと思った。まあだって、なんか打ち合わせしてるのになんかそんな電話したり。リージってすぐです。はい、ショーが辞めたいって言うけど、どうしたいですか、いや、僕言わないですよ、今度お前騙しろよ、今度お前騙しろよ、言わないですけど、来たとき、なんかめちゃくちゃ俺に切れられたからね、んめちゃくちゃ切れてたと思う、切れるじゃなくて、それ普通でしょ、だってどういうことだよな、意味が分からんっすって、何しにじゃ僕戻ってきたんですか、まあ俺に電話してたに、俺、じゃあ本当にまあ、あれだったら何、来るつもりだったの、まあ、ちょっと、いや違う、バンドまあ今ね、はい、週4本なんで、まあちょっと、はい、なかなか面白い系も、まあ勉強になることも結構やるんで、なかなか面白い系もやれないと思うんですけど、まあ特にね、はい、週4のでみんなに言われるのが、やっぱ、表示されにくくなるらしいな、やっぱ、週4だと。そのみんなにね。だから、チャンネル登録ぜひしてもらえば、またね、出てくると思うんで。この動画表示されなくても全然いいですよ。この動画表示されなくても。これ多分いけちゃう。またねー、またね、yeah.